仙台市交通局線系電車は仙台市交通局が仙台市地下鉄南北線用に導入した通勤系電車。量産先行車は1985年に落成し、翌々年の1987年の南北線開業時から運用されている。開業時までに4両編成19本が製造された。 1992年の泉中央延伸時に4両編成1本。1996年には輸送力増強を目的として、さらに4両編成1本が増備され、2018年4月、現在4両編成21本が在籍する。車両形式は1100系、1200系、1300系、1600型となっており、1400系。 1500型は6両編成化用に欠板となっている。本校では登場当初の仕様について記す。車体は20メートル級片側4扉のアルミ合金製で、全体はエンゼルホワイトに塗装されており、側面にライトグリーン、エメラルドグリーンの2色体が入っている。先頭車は中間車と同じ定員を確保したため、全長は 中間車よりも長い22メートルとなっている。車体幅は2900ミリメートルと、地下鉄車両としては、異例の広幅を採用した。これは、将来的なクロスシートの改造工事を考慮したもので、ある。台車は、外付けディスクブレーキ台車を装着しており、日本の地下鉄車両では、唯一の採用例である。上高ドアの窓は楕円型という、 通勤型電車としては非常に珍しいものであり、この衣装は東西線2000系にも受け継がれた。南北線では泉中央駅を除いて各駅のプラットフォームは列車の進行方向に対して必ず右側になり、ワンマン運転が前提であるため運転士がプラットフォームの状況を確認する必要があることから運転席は進行方向に対して 右側に設置された。これに伴い、東北地方の鉄道車両では、初となる、右手式のワンハンドルマスコンが採用された。制御方式は、電気紙直波制御を採用し、日本の鉄道車両としては ATO による、ファジー制御を初めて採用した。車内は7人掛けのロングシートで、袖仕切りには、風防が設置されている。連結面は、 広幅の貫通路となっており、2.3号車の見仕切り、扉が設置されている。終電装置は1200型に、菱型パンタグラフ2機を搭載した。2004年度より、更新工事が始まり、未更新編成は2013年6月28日の運行が最後となった。更新工事が施行された車両は、系列名称が1000系から1000に、 変更されている更新工事の内容は以下の通り。以下は更新工事時期とは直接関係のないものである。2024年度以降、新型車両3000位への置き換えを予定。全般検査のタイミングで順次車両を更新し、7年をかけて全21編成を置き換える。ありがとうございます。